こんにちは。こんにちは。じゅんちゃん。じゅんです。おっぱちゃんさん。おっぱちゃん。おっぱちゃんさん。おっぱちゃんです。よろしくお願いします。安です。安明だよ。安明だよ。今日は。はい。今日は。ここに来ました。はい。はい。スイングひもんや。スイングひもんや。多分都内で日本一高いと言われる練習場なんですけども、ここでとあるイベントをやるので来てくださいと言われたので、我々取材にやってきました。お、どんなイベントですか。行きましょう。まだ知らないんですけど、はい、はい、ドキドキしてください。はい、ドキドキしてます。結構派手めです。派手。行きましょう。はい、お願いします。3階。ちなみに薄々感じてると思うんですけど、このスイングひもんやにトップトレーサーレンジっていうなんかすごい装置が導入されたという。なるほど。オープニングス、そうパーティー、オープニングパーティー的な、そう的な。パーティーといえばじゅんちゃん、パーティーガールなんでお酒あるんですか。あるらしいです。おお、飲んじゃっていいんですか。飲んじゃっていいよ。やったはい、どうぞ。ありがとうございます。はい、乾杯。こんにちは。我々の場所、そして食べ物もある。やあ、これなんかリゾート感。ちょっと聞いてください。はい、このトップトレーサーというものもありまして、はい、これが何かっていうと計測。それ気だよ。もう登録しといて。これ計測器で、この辺にあるじゃないですか、あれカメラ。え、あれのカメラとか、あの辺のカメラで飛んでるボール全部撮るんですよ。そう、これで計測をしてくれる計測器。ここになんかレーダーがあるわけじゃなくて、カメラで全部撮ります。ニアピン123ヤード。これをじゃあやってみましょうかとか。どこのピン。多分あれです、赤だ。自分で8番ぐらいだと思うんですよ。打ち下ろしとかも入ってるのかな。7ヤード。あ、じゃあ9番。ライン出しみたいな感じで打っていきたいと思います。あー、全然ミス。もう一回いきましょう。もう一回。お、いい。入った。いいぞこれ。あ、いいんじゃない。近い。よっしゃ、した。もう6ヤード。嫌な感じ。もう終わったじゃん。切るから123でしょ。7番で届くかな。これこの前リンゴルフのイベントでやったんですけど、そこに落とすと黄色だと50点っていうやつにまとわって。あ、行った。あ、でもあれあれ、じゃあ、あれ白だ。白が51だね。あ、行き過ぎた。行き過ぎたけど点数が取れるっていう。でこれを例えば1人で3回ずつ。20点。86を狙
があって真ん中とにかく。喋らないで練習するって感じなんですけど、トップトレーサーがあるおかげでゲームしたりラウンドしたりっていうのが結構なんか開放的な形でできるからすごい楽しいなって思います。確かにね、うるさいと気になっちゃう人もいますからね、うん、でもうるさい方がいいじゃんっていう感じがね、うん、逆にしますね。なんかシミュレーションだとやっぱ個室で壁に打って終わるんですけど、結構リアルに飛んでってるのも見えるし、気持ちいいよね。気持ちいい。自分のボールがどこ行くっていうのが見れるし、ちゃんとなんか1個バーベキュー行こうよみたいな感じの感覚で練習行こうよって、打ちっぱなし行こうよって行くなと思いました、うん、すごいおすすめしたいですね。おすすめです、ね、楽しめる、うん、はい、一応これできるのがこのスイングヒムだと、はい、横浜朝日ファミリーゴルフ、この前イベントだった。 あと大阪でも導入する予定なので皆さんチェックしてみてください。はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この企画はまた続きますので2本目3本目とご視聴ください。じゃあねー、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。